はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、ガルドドン4、なんとかね、魔法使い、海賊、そして魔法戦士で討伐することができました。まあやっぱりね、僕ね、壁系のね、職がね、好きなので、パラディンだとか魔法戦士だとか、やっぱりこの辺の職でね、一回買っときたい、何回か買っときたい、安定して買っときたいなと思って、まあ、最近やっとね、魔法戦士安定して勝利をすることができました。やっぱりね、魔法戦士、今回僕思ったのが、雷耐性めちゃくちゃ重要。まあ僕みたいなね、下手くそだと、やっぱり雷耐性を用意した方が楽なのかな。まあ上手い人だと、まあ雷耐性全くゼロでもいけるんだよっていう方はいると思うんですが、ちょっとね、やっぱりね、僕みたいなもんだと雷耐性欲しいかな。ただね、重要なのは、はい、雷100じゃありません。雷100じゃなくても十分いけます。はい、まあなんかのツイートでね、僕見たんですが、雷96魔法戦士、これでね、なんとかいけました。はい、96、まあ、強雷バースト、吸収ジャンプのあの雷を無効化できればめちゃくちゃ楽。まあドラミングを受けるとどうしてもね、即死しちゃうので、まあ96なので、ちょっとドラミングだけ死んじゃうんでっていうことをデスマスターに伝えた上で、まあ挑むとなおいいです。はい、ドラミングだけは死んじゃうね、ちょっとね。あ、ちょっと肩書き、雷96めちゃくちゃハードル高いじゃないですか。96無理っすよと思ってる方、もうめちゃくちゃ今簡単にできる。お金そんなに使わない。まああとはゼルメア運かなって思うんだけども、まあゼルメアも意外に出そうなんだよね。まあっていうのは、はい、これね、魔法戦士、はい、大盾が装備できるんですよね。大盾がね、なのでほら、聖騎士の大盾、これ雷28が300万ゴールドなんだよね。次でも400万ゴールドだもんね。これでもめちゃくちゃ安いんだよ。まあこだわるんであれば、ちょっとね、高くなっちゃうんだけども、まあ1000万クラスとかなっちゃうんだけど、別に雷96するぐらいだったらね、別に一番安いやつでもいいもんね。盾どんなんでもいいしね。僕はルフの盾を400万ぐらいで買ったのかな。聖騎士の盾をちょっと売ってなくて、まあルフの盾だったら海賊とかも兼用で使えるので、まあ、ルフの盾買っちゃったんだけど、今だったら800万ぐらいしちゃうね、ルフの盾だと。まあ、ただ聖騎士の大盾、魔法戦士だけ考えれば28もう簡単に買えるので、300万ゴールドぐらいで、まあ、なので意外に安く済む。ぶっちゃけゼルメアで雷14結構出るよね。まあ、出ない人は、はい、ドン。まあ、今なんか炎の鎧でパルブッパーめちゃくちゃしてる人いるから、雷ね、今めちゃくちゃ安いのよね。体上1個だけついてる状態だと39万40万で買えるからね。これなんかもう49万50万だよね。安い順だと、まあそれ最低で39万なんだ。まあなので体上はね、かなりお手頃に買える。あとはアクセ、料理で簡単に96できちゃうんです。そう、盾と体上に42さえ揃えれば96簡単。まああとさらにアクセとして、この竜の鱗と、あとはスキルね、このフォースのスキルの被ダメージ10軽減、さらにはまあ宝珠の打たれ名人、これが必須になってしまうんですが、この96プラスこの被ダメ全種類ね、52ダメージ減をあると、バーストさらには吸収ジャンプが無効にできるんですよ。もうこれで簡単に96の魔法戦士ができちゃうんです。さあ、あとその雷96と、さらにね、魔戦で必要なものが、まあ、フォースブレイクを入れる時の攻撃力っていうのが必要になってきます。はい、まあ、攻撃力今768なんですが、倍機込みで992っていうね、準必中ラインの攻撃力がね、必要となっております。まあこのね、
この992、割とレベル126っていうのと、まあ、あとは女神の木だとかなんとか真面目にやってる方は、まあ、楽にいけると思います。992ね。そして装備なんですけども、まあ、武器はね、妖精の剣、これは一択だね。妖精の剣、やっぱりギガブレとかギガスラッシュのダメージをね増やしてくれるので、まあやっぱり妖精の剣がおすすめです。そしてまあ、10魔戦を目指さないよっていう方は、ぶっちゃけこの装備何でもいいのかな。とにかく体上に雷ついていけば、別にセット効果としてこのセット効果発動しなくてもいいからね。うん、ゾンビゲーだから。まあただ10魔戦を目指してるんであれば、まあネバンが一番おすすめだよね。まあ今かなり流行ってるよね。敵を倒すと、じゃあ復活時ヘビーチャージ 25% つくからね。で、僕は昔からね、ガルドドン10魔戦でやってるので、この雷14、重さ30といったね、もうこの装備が手に入ってるので、まああとは頭に NP、 まあマダンテル威力アップだよね、とか、あと、まあ、体下に封印とか、まあ、混乱ガードがあればいいのかな。まあなくてもいいけど、もうどうせ死ぬから。腕はもう適当です。で、重さなんかも、足には僕は10魔戦をやってたのでついてますが、まあ、素早さとかでいいと思う。とにかく、まあ、何でもいいと思う。10魔戦っていう拮抗状態を目指さなければ。で、ちなみに僕は雷96にすることによって、はい、10魔戦は捨てました。はい、できません、ぶっちゃけ。まあ、10魔戦を拮抗状態にするんであれば、1140っていう、まあ、重さが必要なんですよね。それをするには、この瀬戸の暗区、ハルファスの大紋章を、まあ、重さアクセにして、さらに豪遊のベルトをつけないといけません。まあ、それをすることによって、まあ、先ほどのね、準必中ラインの攻撃力が届かなくなってしまいます。で、じゃあ攻撃力をつけるためにラストチョーカーをつけてしまうと、はい、雷96が保てなくなるということなので、僕は10魔戦を諦めて、はい、攻撃力特化にしております。うん、でもこれでも重さ1070っていう重さを保てるので、移動速度ね、だいぶゆっくりできます。まあこの後ね、動画見てもらえると思うんですけど、ヘビーチャージがついた時はね、まあ移動速度をね遅めにできるのね。まあ、なので、まあ、正直ね、拮抗状態じゃないにしろ、この1070あれば、まあ後ろの人は楽だねっては言ってもらえました。うん、まあ、ただね、無理してね、まあ、ネバンに揃える必要はないと思うんだけど、まあ機銃魔戦を目指してんならネバンがおすすめです。さらにはね、この雷取らないといけないんでね、これがなかなか取りにくいよね。雷ダメージ重さ30っていうのが。そしてアクセなんですけども、僕は顔アクセは死神のピアスがかなり、おすすめです。まあこれで呪文ダメージでつけてマダンテの威力を上げてもいいけどね。で、さらに、断罪の指輪は攻撃力、獣系、さらに光の攻撃、まあギガブレイクだとかマダンテの威力を上げるためにやっております。そしてベルトね、これ先進のベルトだと片手剣光ダメージアップだとマダンテの威力も上がるよね。これ奇跡のベルトだと光の特技、まあ、いわゆるギガスラッシュとギガブレイクのみのダメージしか上がらないんですよね。なので先進のベルトでもいいかなと思ってるんですが、まあ、奇跡のベルトのいいところは、この奇跡の効果が NP が増えたり回心率もアップさせたりすることもできるので、まあ、これは持ってるベルトでお好みで使ってばいいんじゃないかなと思います。そして次に不思議なカードなんですけども、これは攻撃力だとか攻撃魔力だとか、まあ素早さだとか、まあ、あとはねマダンテのダメージをアップさせるための NP、 これがおすすめなのかな。雷96にするために欠かせないのがこの風雷の印籠。まあ重さは僕持ってますけど、これ素早さでもいいと思います。そして無限魔王の勲章、まあこれ重さも持てるし、さらに貯めるだよね。そう、テンションが上がるからね。まあテンションが上がった時のギガブレイクとかギガスラッシュのダメージはかなり上がるので、まあなので、まあ、無限魔王がおすすめです。次宝珠なんですけども、やっぱりね宝珠で大切なのが MP、
マダンテの威力を上げるよね。さらにはこちらでね、準必中ラインを届くために攻撃力を上げて、で攻撃魔力を上げるのはギガスラッシュとかギガブレの威力をね少しでも上げようと、まあするために攻撃魔力を上げてます。でまあ素早さも上げて、これはまあやっぱりちょっと銃魔性の名残で重さを上げてます。あとはね、雷96に必須な雷耐性を上げるっていう感じですかね。これ雷100だったら縦で40につけるんであればね、この雷耐性消えてね会心とかねこの上げれるんだけどね、なんせいかんさんちょっと96貧乏配信者なんだね僕。さらにこれ入れておいた方がいい、水の宝珠鉄壁の吹っ飛びガード。これたまにおぞうた、まあ、12% 引けばおぞうた吹っ飛ばなくていいんだよね。まあ全然引けないけどね。でも引いた時はその時は壁がしやすくなるので鉄壁の吹っ飛びガードあればいいと思う。まあ特にあと魔界の大盾かな、魔界の大盾吹っ飛びガードさらに 6% も持ってるので、この魔界の大盾で雷耐性埋めがあるとさらにいいかもしれないけど、なかなかないよね。うん。さあ続いて風の宝珠なんですが、まあねやっぱり雷96の魔法戦士にとってこの打たれ名人は欲しいところ。さらには共鳴のテンション、復讐のテンションアップで、まあテンションアップの時にギガブレとかねギガスラッシュをやればかなりの高ダメージを与えることができます。そして、禁断の NP アップ、これを入れることによってマダンテの威力が上がりますので、まあ、NP アップは欠かせないですね。そして、まあ、光の宝珠は、まあ、この辺のね魔法戦士のひらめき、ルーレット、フォースブレイクの極意、技巧、エナジーフォールの極意と、あとマダンテの極意か入れとけばいいと思います。さあ続いて闇の宝珠は、まあ、ギガスラ系の極意神髄、ギガブレイクの極意神髄を入れとけばいいと思います。あとはたまにハヤブサ切りで攻撃するからね、ハヤブサ切りも入れといてもいいかもしれないですね。入っていたね、まあ、装備と宝珠でした。ちょっとね動画の時にね僕ねこの頭のね NP を揃えるのを忘れてて、ここだけ違うから、ここのネバンヘルムぐらいかな、これで HP で言ってた僕。うん、後で気づいて、あ NP でいいやんと思ってネバンヘルムのね NP ちょっと自分で自作して揃えました。はい、ってことでね早速行ってきたいと思うんですが、まあ、その前にネタ、大体魔法戦士の人って、まあ、最初にねヒットポイントをわざと減らすためにパーティーを抜けて、まあ、ガルドドに行ってねやられるっていうねちょっとねめんどくさいことやるよね。それを今後しなくていいっていう小ネタがあるみたいです。それがこのワンタッチ奇世界を使ってやれるんです。まあ、とにかくヒットポイントを減らすっていうことなので、ヒットポイント系を増えるアクセ、まあ、あとはセット効果かな、装備のそれを外します。一旦はい外します。そしてまた新たにワンタッチ奇世界でその装備をガルドドンね4に挑む装備を着ます。そうすることによってはいドンヒットポイントが減った状態になるんですよ。711だよね。うん、まあおぞましい雄たけびっていうのが、まあ、最大ヒットポイントの 99% 減らすって言われてるんですが、まあでも最近になってそこはちょっと待て 95% の時もあるぞっていうね、なんかあやふやなんだよね。なのでまあ約ね 95% から 99% の間と考えてもらえばいいです。うん、僕の場合だと772なので最大ヒットポイントが、おぞましい雄たけびが約ね733から764っていうねダメージを食らうんですよね、おぞましい雄たけびで。まあ今が711なので、まあ、95% 最悪引いても733ダメージ食らうので必ず死ぬ、ね、死ねるので、はい、このワンタッチ奇世界を使うとこのいちいちね仲間抜けてはいまた入り直しますっていうねめんどくさいことしなくていいですが、まあ、それはダメージ軽減がない場合なんですよね。まあ、特にね雷96の場合はこの竜の鱗と、まあ、スキルでダメージ10軽減とさらには、宝珠の、打たれ名人が必須となってしまうので、まあ、52だよね、52ダメージをね減らしてしまうので、
まあ、681から712っていうねダメージになっちゃうんですよね。なので雷96の魔戦の人はちょっとこのね小技ができない。雷 100% もしくは雷 100% 狙ってなくてダメージ軽減入れてないよっていう方は、まあこのねワンタッチ奇世界を使っていただければ、いちいちね魔戦抜けてパーティーから抜けてはい、死んできますっていうことをしなくていいんで、まあ、ただの小ネタなんですけど、はい、まあ、ちょっとこれをね、ワンタッチ奇世界うまく使ってみてはいかがでしょうかっていう小ネタでした。はい、まあ、ということで早速ね行ってきたいと思います。はい、ということでね、まあ、世間はもうパラディン構成がドアンテって言われてる中ね、はい、旧構成のね魔法戦士で言ってる、はい、高吉です。まあ、雷35でいけるパラディーンっていうのをちょっとやったんだけど、まあちょっとねやっぱりバーストとかね吸収ジャンプもう本当にね追いつかない、早押しクイズみたいなもんね。なんかもうちょっとねもう 35% 諦めました。まあパラディーンは雷100取れるまではちょっとねあの封印しようかなと思って、まあでもそれにしても魔法戦士でも基本ガルドドン3で魔法戦士できればそこまでなのかなと思う。まあちょっと違うところは部分はあるんですけど、はい、ということでねやっていきたいと思います。まあやってるけどね、はい、まあフォースブレイク入ってる時はなるだけギガブレイク、マダンテ、あとはギガスラッシュをねでダメージを稼ぎたいところですよね。ちょっとねこれね動画を撮った後でさらにねそこから声を載せてるんで、音声違う音声もねちょっと入っちゃうんでね、ちょっとすいません、それだけごめんなさい。いやねもうやっぱりガルドドンといえば壁、とにかく壁なんだけどね、なんか体にオイル塗ってるんかな、めっちゃトゥル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 滑るよね。いやもうねもう壁が抜ける抜けないの戦いですよ本当に常に。さあここでできればフォースブレイクが入ってるのでギガスラでダメージを稼ぎたいところ。ここでね攻撃魔力とかね攻撃力持ってればねギガスラのダメージもアップするんで、さらに宝珠ね、まあ、あとはテンション溜まった時とか、あとレボルスライサーが入った時にはやっぱギガスラでダメージを稼ぎたいですね。言うてもハヤブサ切りとか不死鳥天部会心が出ないとねダメージゴミみたいなダメージしか出ないからね、まあ、なので確実にレボルスライサーだとかフォースブレイクとか、はたまたテンション溜まってる時はギガスラとかギガブレでやってった方が、まあ、ダメージ当たるよね。まあ、ギガブレはフォースブレイク入った時にやった方がいいのか、まあ、何もない時は不死鳥天部とかねやったりしてるんですが、でフォースブレイクショート動画この間作ったんですが、はいね、歩いてない時とかエンドが終わりそうな時には基本フォースブレイクね入れない方がいいよね。次で光の波動で消される可能性があるから、どれだけフォースブレイクの効果を持続させてね大ダメージを入れるか賢者さんがねにかかってるんで、はい、今ねちょうど重さかかっててねグイグイグイ押してたよね。割と拮抗じゃなくてもこれぐらいね移動をね妨げることができるんですよね。でちょっとねクロックチャージはねちょっと後で言われて気づいたんだけど、できるだけねまあこれ僕の意思ではねできないんだけど、海賊にクロックチャージ入るように、海賊を巻き込むようにねクロックチャージを使っていきたいところです。出たね抜けたね、オイルがベッタベタやもんこいつの体ね。じゃあほんとそういうとこやで、もうチッっていうね光栄さんたちの舌打ちがねもう聞こえてくるからね、いつもビクビクしてますからね、あ壁抜けたやべチッって言われるっていうね、まあ、そんな声が聞こえてきそうな、はい、光栄さんのねあれなんですが、まあ、一生懸命頑張ってね壁したいと思います。さとにかくもうねもうガルドドン出た当時のと同じもうマダンテ、とにかくマダンテ。さあここでラッキーなことにマジックルーレットね消されずに済みました。さらにはここからねエナジーフォールもねダメージ稼げるんではないんでしょうか、確かそうだよね。あ
これはやばいということでね、残念。で 75% がだいたい15分切る前にぜひとも行きたいところ、75九州ジャンプだよね。要は九州ジャンプを 75% を15分切る前に行かしたい、できるだけ。さあ黒茶は必ずね、もう海賊を意識するように。そしてね、死に間際はねちゃんと移動して死ぬと。さらにそこでエーペチ入れると、そこでね死亡したところが確定するので、壁がね成立しやすいんですよね。さあちょっとカチャ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 聞こえるんですかね、すいません。さあドラミング、もう雷96の宿命、絶対死んでしまうっていうね。これ必ずねデスマスターさんにね事前に伝えといた方がいいよ、緑玉で行く場合は。バーストで死なない、吸収ジャンプで死なない、じゃあ雷100なんだねって思っちゃって蘇生が遅れちゃう可能性があるので、なので始まる前にドラミングで死にますっていうことを伝えておいてあげれば、デスマスターさん意識してね蘇生しに行けるので、必ず言っておきたいところ。はい、フォースブレイク入ってるからギガブレイクをする。おぞましい雄たけびでやられてく。さあヘビーチャージも入ったのでっていうようにね押してね、ほら結構遅くできるよね。これ拮抗じゃないですよ、1070なんですよ。まあ徐々に徐々に押されるって感じだよね。ただ押せばいいってもんじゃないですよね。まあちょっとねノラさんに一回のちょっと提案されたことがあったんですけど、まあ海賊のね大砲、あれを意識した方がいい。やっぱりおぞましい雄たけびとかでね最後ね大砲やられちゃうとまた再度置き直ししてね、その分火力減っちゃうので、周りにできれば大砲が少ないところでは、まあ10魔戦の場合ね押した方がいい。だから周りに大砲がある場合はまあ押された方がいいよね。いかにね大砲を消さないかが勝負なのでね、海賊入りの場合は。まあ今はねエルフ高いよな、エルフは高くて死にそうなんですけど、まあ勝つためにはねもうエルフねもう手段を選ばないという、使わないといけないというね。なんであれ僕これミュートにしなかったんだろうななんかちょっといかがしい声が聞こえるよね。よいしょ、さあフォースブレイク、そしてできるだけギガブレイクを入れた後にギガスラッシュで攻撃したいところ。いや体力ヒットモイト100万っていうね化け物ですからね、このね黄色の猿はね。まあ、なので一丸となってね魔法戦士も火力を入れていきたいところ。さあここで、10分55秒黄色になりました。まあ時間にしてはそこそこいい時間だよね。まあでも9分30秒で黄色になって勝利したっていうパターンもあるので、
まあ、9分30秒これね赤からね海賊入りの場合だと火力が結構ね上がるんですよ、まあ、真空の空間でねピオリムがつくんで大砲にもつくんですよね。なので大砲の弾が発射間隔が短くなるので結構そこで火力が上げれる。まあ、なので時間的にねまだ9分30秒で黄色かって気を落とさずにね、まあ、勝ちたい人はね9分30秒でもいければ諦めずに勝てる可能性はあります。でねこの床ねこの永遠の床ねでここね僕ねまだまだちょっと勉強しないといけないところなんですけどこれ本当なら床をまたぐときに突っ込み先でちょっと下がってさらにね壁を成立させるっていうねテクニックがあるみたいなんですが僕ねまだねこれそのテクニックまだ習得してないのでちょっとね今後の課題なんですけどもねそれを頑張らないといけない。さあということでね、放置中ということでね、いやそういうことじゃないね、そういうとこじゃないね、お前なんかいねえ方がいいんだっていうね、まあ、そんな風にね思われてないけどね、魔法戦士としてのねしっかり仕事してるよ、ちゃんと僕頑張って、はい、でまあハイハブ先でちょっとでもいいから削っていこうかなっていう気持ちでゴミみたいなね、はい、ダメージしか出してなかったんですが、これダメだよね。今見た思ったんだけど、フォースブレイクをねエンド間際で打つっていうのはね、最悪これ光の波動を得られてね、あっという間にねフォースブレイクの効果がね消されちゃうので、できればね、まあ早い段階歩き出しの段階とかで入れたいんだけど、ちょっと今のダメだったね、我慢すればよかったね。ねえ、なんか運が悪いとね毎回こういう風にね光の波動をねドルマドンとかマダンテの大呪文の前に消されちゃう可能性があるからね、やる前にね。まあ、なので動き出しで一番入れるのがかなり火力アップにつながるので、できれば入れたいところ。えっ、もうそれ変えてなかったのか。はい、ということでね、これマイク消し忘れてね、人の時一人でブツブツ言ってたんですけど今ね、はいね、ガルドンのギミックの嫌なギミックの一つのね風が出てきました。まあこの場所によってはね下がりましょうとかってね、まあ、場面もあるんですけど、まあ、下がるだけだったんであれば風のね出てきた時すぐにね下がらず、まあ、ちょっとだけ待っていきましょう。そうすることによって、まあ、少しでもね壁が抜けやすくしないようにねするために、まあ、風出てからすぐダメージ食らうわけでもないので、ちょっと待機してた方がいいよね。さあできるだけマジックルーレット引いていきたい、光栄のために。まあこれいつかはもうあれだよね、マダンテ禁止パーティー募集とか言ってミドルダメで書かれそうだよね。まあ今はみんなねちょっと勝つためにはね一生懸命マダンテガンガン打ってイルフワリーとかっていう募集たくさんあるけども、これが慣れてきたらねもう一切エルフ使わないでください、マダンテなしですよって言われそうだよね。さあ吸収ジャンプ、これね雷96、めちゃくちゃ楽、本当にこの吸収ジャンプバースト無効なのが。っていうね、心のね悲痛の言葉がねちょっと出ちゃったんですが、すいません本当にもうマイク切り忘れないよ本当にっていうね、もう過去に戻って言ってやりたい。さあ5分10秒ぐらいだよね今、そろそろ赤にしたいところ。6分ぐらいで赤になればすごい気が楽なんだけどね。
さあ来ました5分40秒赤大暴落です。この赤からがね火力がまあ海賊の火力がアップするチャンス。この真空の空間によってまあ全員のね移動速度が上がるわけなんですか。ターンと短縮がねこれ大砲にもつくんだよね。なので大砲の弾がねいつもより早めに出されるのでここが大砲いわゆる海賊の本領発揮となっております。なので諦めずにねここからガンガン大砲で叩いていけば火力は稼げます。さあ頑張れ。ちょっとここら辺からドキ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 しながらねもう手に汗握りながらやってますけどね。さあとはねこの緑のね高吉がねちょっと失敗しなきゃいけないから、ここねこうやって突っ込みをちゃんと避けてさらにそこから壁をするっていうテクニックができれば、まあ、犬さんがね今ねやられなくて済んだんですが、もう本当にこれをちょっと練習したいところ。はい、もうこの辺からかなりローリングが嫌になってきてます。もう心の中で何回チッっていう舌打ちをしたことかっていうねもう鼻息を荒くしながらねもう悔しがってるんですが、ゲームをやってる高口は。もうね苦手です。もうローリングはローリングと床が本当に嫌い。さあこれ吸収ジャンプ、さあどっち行っていいか迷う。もう誰もいない、あ誰もいないとか言いながらね気づいて一生懸命ちょっと早く行ったんですけど、もうすぐ方向音痴になる。さあちょっとエルフも回復しておきたいところ。まあここからねちょっとね焦り出してますね。しっかり避けたはずのねインパクトが当たるっていうね、結構インパクトもうそうなんだけどさ雑だよね判定が。避けたと思ったものが当たるからね。さあここはもうここからはもう安定、もうとにかく壁をねいかに光栄さんがね気持ちよくね呪文を打つ、大砲でダメージを上げる、もういかにその気持ちよくねそういう行動をしてもらうのが肝だと思うのね。しっかり壁をしたいところ。さあ素早く戻る、壁をする、フォースブレイクは歩き出し初めから。さあここではいやられていくっていうねえ、もうしっかり後ろを見なさいっていうね。こういう時ねちょっとねヘビ茶がついてねガルト殿のね移動速度をね低下できるとねかなり有利になる。だからネバンは売れてるんだろうね。かっこいいよね10魔戦で雷100とか作るとね。まあそのためには縦にね雷埋め42取らないとできないわけなんですが、まあ防衛軍もね今頑張ってね行ってるんですよ毎日毎日。これでもかって言ってるんだけどね、もう出る気配が全くない、出る気配が全くありません。さあ僕もね少しでも火力に貢献したいと、まあ、残りはもう安定にねもう壁をしっかりすること、そしてさらに火力を入れるときに入れること、まあ、これが魔法戦士の仕事でしょう。まあ、最後はねはいとどめ刺すのが大砲っていうね、はい、ありがとうございます。はい、ってことでね、なん
とかねギリギリ勝つことができました。こんな僕でも勝つことができました。まあ周りの力があるから倒せたんだろうって今、まあそういうのもあるけど、まあ魔法戦士、まあ自信持ってね僕ねできるって言いたいです。ただあとね僕の課題としては、まあ、黄色以降の床だね。床の時に、まあ、ちょうどね壁をしながらねちょうど足元に床ダメージ来た時に突っ込んで後衛に突っ込んで避けてさらに壁をね戻るっていう技術がちょっとね僕まだないんで、ちょっと今後ね課題にしていきたいと思います。いやーこんな僕でも雷96さえ用意すれば難易度はね少し下がります。はい、まあ、ませんね。興味ある方はやってみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。